はい、これから北セミナー、今回合わせてここ3回は、C メジャーセブン、メジャーセブンの、スケールを攻めています、その前々回と前回のなんかフレーズを合わせて今回はちょっと、自由に弾いてみたいと思います、メジャーセブンのコードにはスケールはやはり今回は C メジャーセブンなので C のドレミアスラッシュがあります。ドレミアソシドですね、これ練習するときは今みたいに、2オクターブぐらいは練習した方がいいです。1回ね、2オクターブ練習してまたそれをやると、その、ドレミアソシドを使ってじゃあちょっといろいろバリエーションで弾いてみたいと思います。だからこそ、まあ、できるようなもので、ドレミアスラッシドはやはり、大事なので、日頃の練習には、加えてほしいと思います。ではでは。